こんにちは、青木です。今日はですね、カラスの保護についてのお話になるんですが、一応カラスの保護に関しては、まあ飼育 OK なのかどうかだったりとか、あとは放鳥についてのお話だったりとか、いろいろ動画を出して再生リストにまとめてますので、もしよかったらですね、そちらの方も合わせてご覧ください。ちなみに今回はですね、カラスのお世話も10人十色っていうことで、まあ、保護するカラスのね、健康状態や性格、あとはまあ保護主さんの生活環境とかによって、まあ、カラスの生活スタイルも違うし、ね、あとお世話の仕方も違いますよっていう、そんなお話をしてまいります。特にですね、カラスって飼育向きのペットではなくって、飼育本や飼育マニュアルがないんですよね。なので、まあ、保護する、あるいは、まあ、すごく稀なケースではあるんだけど、ペットショップから買うっていった場合に、自分でネット検索したりとか、あとは人づてに聞いたりとかして、まあ、飼い方を調べてお世話することになりますね。で、今回はこのお世話についてですね、住環境、あとは餌で放鳥の是非、それと、カラスとの関わり方っていう点から見てお話をしてまいります。まず1つ目ですね、飼育環境についてのお話です。これはやっぱりカラスってね、結構声がすごいので、一戸建てが望ましいっていう話ではあるんですが、集合住宅で飼育されてるっていう方もいらっしゃるわけですよね。ただ集合住宅だと、まあ、カラスの鳴き声、まあ、かなりの爆音で、でもう必ず朝お日様が上がればもう騒ぎ出す、で夕方なぜか日が沈む前とかもなんかそわそわして騒ぎ出すみたいな、そういうのがあるんですよね。なのでやっぱりクレームが入りやすいです。で、うちと同じくですね、カラスを保護されてる特急ハトポさんっていうチャンネルさんいらっしゃいまして、でその方もですね、その住宅環境のことで、まあ、大変だったお話を動画にされてるんですね。で、ちょっとサムネをこちらに出すんですが、こちらの動画なんですが、動画内でこの辺りのことをとっても詳しく分かりやすく話されているので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。でこのハトポさんの動画のリンクをですね、概要欄の方に貼っておりますんで、はい、気になった方はぜひそちらを飛んでみてください。特にカラスを保護されている方、あるいはこれから飼いたいっていう方、必見の内容となっております。とにかく集合住宅でカラス飼うのが大変っていう話をね、ちょっと今さらっとしたんですが、まあ、その一方で集合住宅でカラス飼ってても全然クレームが来ないっていう方も中にはいらっしゃるんですね。まあ、それはそのカラスちゃんがあまり元気がなくて声が出ないっていう子なのか、それともご近所さんみんな優しいからクレームを入れないのか、ちょっとその辺はわからないけど、まあ、とにかくこれもですね、その住む住宅環境によっても様々です。はい、というわけで、まず1つ目の飼育環境についてのお話はこれで終わりなんですが、次に餌のお話をしていきます。うちの場合なんですが、まあ、ドッグフードを主食にしつつ、チョコとアボカド以外のものを食べさせてます。チョコとアボカドはですね、カラスにとっては猛毒ですので、まあ、絶対に与えてはいけないっていうものなんですが、ね、そこを気をつければ、まあ、大体他はもう何でも食べられちゃうので、まあそれでもね、栄養バランスとかは気をつけた方がいいんだけど、まあ、とにかくそこまで神経質にならなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。うちの場合だとカラスって卵好きなイメージありますよね。なんだけどハッピーはね、ゆで卵食べないんですよね。でスクランブルエッグにすると食べます。ハッピー出てきたで、そうなので、まあ、今朝もね、そのスクランブルエッグちょっと揚げたんですが、一生懸命食べてましたそうで、あと他に好きなのは、まあ、ハム、あとはきな粉ですねそう、なんかうちの夫のチャンネルのカラス日記の方できな粉だけあげる動画とかね、そんなの出してたりするんですが、ご飯にかけて食べさせたら美味しいんじゃないのって言われて、あ、そうだ、今度やってみようなんて思ってるんですが、であとは土用の丑の日、まあ、これは夏なんだけど、うなぎをあげた時があって、もうそしたらもうすっごい喜んで、舌で転がしながらもうなんかずっと味わって食べてたんですね。なのでこんな風にすごいグルメなんですね。そうで、ただこの食の好みっていうのもそれぞれのカラスさんによってやっぱり違うので、まあ中にはね、ビールが好きで飲んじゃうっていう子もいるそうなんですよね。それ話聞いた時すごいびっくりしたんだけど、アルコール大丈夫なんみたいな。だけどその子20年以上生きてたみたいで、あ、そっか、じゃあまあどのぐらいあげてたのかとかね、 量とかは分かんないけど、そう、そんな
ビールも大丈夫だけど、でもチョコとアボカドはダメなんだなみたいな、そういうねちょっと不思議な感じですけども、はい。でね、それからあとは、あ、また髪の毛ですか。どこまで言ったっけな。で、一応ね、その、まあ、カラスさんの好みによって、まあ、与えるものは変わってくるっていう、そんなお話なんですが、一応、うちも栄養バランスがね、あんまり偏っちゃうのは、ちょっと、よろしくないかなって思っているので、嗜好品の類はね、頻繁に与えることはしないで、まあ、基本的には、普段、ドッグフードです。で、その中で、ちょっとおやつをあげたりとか、作った時に、やっぱ食べたそうにしてね、おはようおはようとか言ってくるんで、その時にちょっとあげたりとか、そんな感じのことはしています。で、あとは、まあ、この餌についても、まあ、中にはね、やっぱりすごく意識の高い飼い主さんもね、いらっしゃって、本当に栄養バランスバッチリ考えてできてる、ちょっと高級な餌だったりとかね、そういうのを与えるとか、そういう場合もあるかとは思うんですが、飼育されてるカラスさん、その食生活にね、もう慣れていっちゃうものなので、だからそんなに気にしなくてもいいのかなって思います。ただこれ今話してるのは健康なカラスのことについてなので、まあ、内臓に何かしらちょっと疾患があったりとか、そういう場合はまたちょっと変わってくるかと思うので、まあ、そういう場合はやっぱりちょっとそれを調べて、あとはその獣医さんに相談してっていうのがいいかと思います。3つ目、包丁についての考え方なんですが、これは、まあ、うちはもう終生飼育すると決意しておりまして、まあ、そのこともね、以前動画を出しておりますので、そこについては、まあ、そんなに詳しくこの動画では今お話ししないんですが、うちは包丁しませんって言ってるけど、まあ、だからといって、その包丁そのものに対して否定的というわけではないんですね。もちろん包丁を前提に、お世話するっていう方もいらっしゃるわけで、で、実際にその、まあ、法律、鳥獣保護法、あとはその鳥獣保護法を運用するための指針であったりとか、でそういうのでも、包丁できるならやっぱり包丁はね、ちゃんと視野に入れてっていう方が望ましいみたいな話もされてるので、ただ、これはね、やっぱりきちんと野生に慣らす訓練をして、まあ、しっかり生きていけるっていう状態まで持ってってあげてから包丁する。これが前提のお話なんですね。で、やっぱりちゃんと訓練をしてあげれば、野生で生きていける確率も、まあ、ぐっと上がるので、せっかく保護したのに、包丁してそれで死んじゃったらやっぱり悲しいですもんね。包丁するしないっていうのは、するしないもそうだし、その包丁の訓練ができるかできないか、これやっぱりその飼育環境で変わってくると思うので、まあ、うちの場合はその包丁の訓練ができないっていう事情もあるので、包丁しませんっていうことなんですね。で、ただもう一つここについて突っ込んでお話をさせてもらうと、もう明らかに絶対やってはいけないのは、一度ね、そのカラスを保護したんだけど、実際に飼ってみたら思ってたのと違ったって、例えばこうやってね、肩に乗ってきた、可愛いなって思ったらここでうんこされたとかね、もう家中飛び回ってうんこされた、まあそれだったりとか、あとはもうそもそもこうやって肩に乗ってこない、懐かない、でも噛んでばっかりいるとかね、なんかそういう風になってしまった時に、なんかでももう全然元気だし、これ野生で生きていけんじゃないのって。ろくに訓練もしないで、もうそのままもう包丁しちゃえって言って離しちゃう。で、まあこれがダメなケースです。包丁を前提に野生に慣らす訓練をしないで、もうこうやってね、人慣れして、人から餌付けされて、もう自分で餌を取ることを知らないカラスをそのまま野に放すっていうことは、これもうこのカラスに死ねっていうようなものなので、これは本当に絶対しちゃいけない。これって包丁じゃなくて飼育放棄なんですよね、そういうやり方っていうのは。なのでここでお話ししてる包丁っていうのは、あくまで初めからもう包丁を前提で保護して、で野生生活の訓練をさせてから、きちんとしてから、ちゃんと元気になってるのも前提だけど、それだけじゃなくって、ちゃんと自分で餌を取れる、自分で生きていける、そこまで訓練が終わって、それで初めて包丁する、これが包丁っていう、そういうお話ですね。で、まあ、この包丁するかしないかっていうところも、結局保護主の考え方ももちろんそうなんだけど、考え方だけじゃなくって、住んでいる環境に結構左右されるんじゃないかなって、最初に話した住環境のところですね。集合住宅に住んでて、でそのカラスをね、
近くの公園に連れてくっていうのもちょっと難しいなみたいな、そういうところでこの包丁の訓練はできないとは思うんですよね。あのうちだって庭はあるんだけど、庭があるだけで結局のところ、例えばあの山の中にねポツンと一軒家みたいな感じで住んでて、もうすぐに野生に放せる、あの野生と近い生活をしてるみたいな、そういう環境だったらまた違うんだけど、これじゃあやっぱり野生に放すのに十分な訓練ができないので、だからあのこの辺は本当に環境にすごく左右されるものかなとは思います。はい、この辺がちょっと今その包丁の考え方についてのお話だったんですが、あとですね、もう一つ今回はあのカラスとの関わり方のところでお話をしてまいります。で、カラスはですね、とにかくその知能が高いんですね。知能が高いのと、あとはその鳥類だからなのか、鳥類ってつがいで子育てしますよね。ここがやっぱり哺乳類とまた結構違うところかなって思うんだけど、あの人に近い心を持ってるんですよね。で、あのここまでその住環境と餌、あと包丁の是非について話をしてきたんですが、あの飼育してるカラスが、まあ、健康なのであれば、まあ、ここの関わり方、これが一番重要なポイントなんじゃないかなって思います、この飼育する上で。で、ひなの頃だったらお世話してくれる人ならもう誰でもいいぐらいの勢いでですね、もうお腹すけばもう口わーっと開けてね、もうガーガー大騒ぎして餌を欲しがったりとかするわけなんですが、まあ、そこから1年もしないうちにもう人を見るようになっちゃうんですよね。あのもう本当に人を見て態度変えるぐらいのことはするし、あの一緒に住んでる家族の中でもその上下関係とかも本当にすごい観察してよく分かってます。 あとは何よりその自分が愛されてるかどうか、ここをすごく気にします。だからとにかく人の気を引こうとしてくるし、まあ、でも構ってほしいのかなって思って、まあ、こうやってねちょっとこう撫でようかななんてすると、まあ、今ほらちょっと撫でられたの嫌だったからこうやってこっち向いたんですけど、まあ、こうやってあんまり触られたくなかったりするわけなんですね。まあ、あとはその触り方が気に入らないとかそういうのもあったりするんだけど、こうやってあの触ろうとしたら噛まれるとかいうのもね、このカラス飼ってるあるあるだったりもするんですが、あの構ってほしいのかなって今グーグー言ってるね、構ってほしそうだね、でも足はやだ、ほら足はやだってね、こうやって、そうで、なんだけどその触られたくない、ただ一緒の空間にいたいだけとか、ただこのそばにいたいだけみたいな、こういうことは結構多かったりするんですね。で、あとはあのすごく頭がいいので駆け引きをしてきます、ね。例えばどのぐらいつついたらその人が怒るかなみたいなのを試してくるんで、まあ、だから噛んできたりするっていうのもあるし、であとはその自分が家族のメンバーで、例えば、まあ、私にどれぐらい愛されてるか、あとは私じゃなくて夫の方、パパにどれぐらい愛されてるか、子供たちが自分のこと好きかどうか、そういうところなんかもすごく気にして見ているんですね。で、あのそういうところもあるから、まあ、その自分のこと好きだなっていう人にはこういう態度、自分のことちょっと煙たがってるなっていうやつにはこういう態度だなみたいな、そういう感じのところを使い分けてるんですね。で、まあ、このぐらい賢いので、あの毎日ただ餌を決まった量だけ与えて水浴びさせて、であとあのケージとかカラス部屋のお掃除をするときだけ、まあ、飼い主さんと一緒に過ごすというか一緒の空間にいる、でこれぐらいの生活をしていたらもう自分が大切にされてないなって分かっちゃうわけですよね。全然自分が大事にされてないって、そうやって、まあ、なんか人間で言うなら鬱みたいな状態になっちゃって、で毛引きしたりとか餌食べなくなったり水飲まなくなったり、別にあの病気とかそういうんじゃなくてそのメンタル的な問題でそうなっちゃったりで、まあ、これが重篤な場合だったら本当にそれで死んじゃう子とかもやっぱり出てくるわけですよね。なので、まあ、とにかく常にその気にかけてあの上げないとっていうところがあるわけなんですね。ここまで今話したのがその包丁前提の場合だと、これとまた逆の話で、あまり人と関わらないようにならさなきゃいけないっていうのがあるから、これは全然違う話になっちゃうかと思うんですが、まあ、あの今お話ししてるのは本当にあの人と一緒に、人の家族として迎え入れてあの暮らしていく場合のお話です。このカラスとの関わり方についても、やっぱりそれぞれの飼い主さん、あとはカラスの性格とか知能によって変わってくるので、こうすればね
どのカラスも満足するみたいな、こういうマニュアルがあるわけではないし、例えばこの子は外で遊ばせてあげると楽しそうだなとか、まあ、うちのハッピーの場合だとちょっと庭出してあげて遊んでると、あの楽しくってあちこち散策するんですよね。で、じゃあそろそろお部屋戻ろっかっていうと戻りたくないっていうんで、ぴょんぴょんあのドアから離れていっちゃったりとかね、そういうことがあったり、もうちょっと遊びたいみたいな、そういうことがあったりするんだけど、ただあのそれとは逆にですね、もう絶対例えばカラス部屋で飼育してたりして、この部屋から出たくないっていう子もいるわけなんですね。まあ、なんならそのカラス部屋じゃなくてケージで生活してる場合に、このケージから絶対出たくないっていう子もいるわけなんですね。これは本当にそのカラスちゃんによって様々です。で、どうしたハッピー、まあ、あとはこうやってあの一緒にいたいんだけど、こうやって自分から肩にも乗ってくるんだけど、こうね、あの触られるのは嫌だとかね、そういう子もいるわけで、あの本当にいろいろです。で、あとあのハッピーの場合は、あのよくねおはようってこうやって言って、で人の気を引いたりするところがあるわけなんですが、あの実は2歳半ぐらいまではハッピーは人前では全然喋らなかったんですね。あのその時はあのハッピーはカラス部屋を作って、そこにあのそこでまあ1日の大半を過ごしていたわけなんですが、あのカラス部屋でね、もご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 喋ってね、そこでね、あのおはようとかそういうのも時々言ってるのを聞いていて、あ、喋ってるなって思って、で、あのカラス部屋に行って、そのね足音が聞こえたなっていうぐらいでもうハッピーは分かっちゃって、あ、やばい聞かれちゃったかもって思って、でもドアを開けたらもうカーみたいな、そのいや、ただのカラスですけど何ですかみたいな、そのぐらいの感じの態度であの出てきたりするんですね。あの人とどういうふうに仲良くなっていきたいのかっていうのは、そのまたカラスちゃんによって様々だったりするんですね。まあ、飼い主がね、あのどの程度カラスと過ごす時間を取れるのかによっても、またその関わり方とかは変わってくるかと思うんですね。で、例えばあのお外に働きに行く時間が長かったりとかっていう場合だったら、まあ、いつもこの時間からこの時間まで仕事に行ってるみたいなのをある程度やっぱり分かってくれるので、で、まあ、その飼い主さんがいない間はマイペースにケージの中で過ごしたりとか、あるいはその家にいる他の家族と一緒にいたりとか、それでとりあえずいいかなみたいな感じで飼い主さん帰ってくると、もう遊べ遊べみたいな感じでこう寄ってくるとかね、そういう場合だったりとか、それでもうなんかこういうものだっていうふうに自分の中でね消化して、ちゃんとあの満足してくれるっていうカラスちゃんもいれば、まあ、それじゃ満足できないっていう子だっているだろうし、もうこれも本当にそのカラスの性格によっても全然違うと思うんですね。で、スキンシップが苦手な子が多いので、飼ってるんだけど全然触れないっていうケース、これもやっぱりすごく多いと思うんですね。だけどケージの中からカーカー呼んで、こっちに来いよみたいな、そんな感じでアピってきたりするし、で、あ、じゃあなんか寂しがってるからケージ開けて遊んであげようかなって思って、こうケージのドアをねこうパカッと開けたら、はあ、ドアが開いた怖いよプルプルプルみたいな感じでケージの隅っこの方に行っちゃうとかね、そういうのもあったりしますよね。だからその子によって、あのどのぐらいの距離感で遊びたいとか、やっぱそういうのが違うわけですね。で、だからやっぱりその関わり方も何が正解っていうのがあるわけじゃなくて、だからずっとケージの中にいるからかわいそうとか、まあ、そういうんでもないと思うし、あの本当にいろいろそのカラスがどうしたら満足するのかみたいなのがやっぱり違ったりするので、で、まあ、この辺は本当にその飼い主さんとカラスちゃんの組み合わせで本当にいろんなパターンの関わり方があるので、まあ、とにかくこれが良くてこれが悪いみたいな、そういうんじゃなくって、本当にいろいろその飼い主さんとカラスちゃんの中の正解があるんだろうなっていうふうに思います。というわけでですね、あの今回はあのカラスの保護、お世話の仕方、あとはそのカラス、あとは飼い主さんの状況によってね、あのいろいろあって、まあ、何がいいとか悪いとかじゃなくって、それぞれに合ったスタイルがありますよねっていうお話をさせていただきました。で、今回は、まあ、住環境、あとは食べ物、それから包丁の是非で、あと関わり方についてのお話をしたんですが、まあ、他にもね、例えば水浴びはどうしてるとか、日光浴どうしてるとか、糞の回数がすごいんだけど鳥用のおむつとかってどうかなとか、嫌がる子とか、あの大丈夫な子とか、そういう差があるのかなとかね、あとはその住環境の延長になるんだけど、まあ、カラスはケージに入れるのか、それともカラス部屋を作っちゃうのか、
どっちがいいのかなとかね、こんな風にお世話の仕方って本当に千差万別で、ここでね話し出すともうキリがないんで、今回ここでおしまいになっちゃうわけなんですが、本当にみんな違ってみんないいっていう、そういうものではないかなって思います。これからその保護の検討、カラスを例えば里親とかもあるんですね。カラスの保護したんだけどうちでは育てられないから里親にっていうんで、そういう里親のサイトとかもあったりするので、でそこで飼いたいっていうふうに検討されてる方だったり、あるいはもうすでに保護してこの子を育てていきたいって言ったところで、お世話の仕方どうしようかなっていうふうに考えてらっしゃる方、もし今この動画見てていただけたら、私のチャンネルとあと夫のチャンネルカラス日記の方でもうちのハッピーのことは発信してるんですが、それ以外にもいっぱいカラスちゃん、いっぱいじゃないかそんないっぱいじゃないけど、他にもカラスチャンネルがありますので、ぜひですね皆さんいろんなスタイルでカラスちゃんのお世話をしてますので、幅広く見ていただいて、いろんなお世話の仕方とか関わり方があるので、あとはですね、そのカラスちゃんの性格もやっぱり違うんですね。このカラスちゃんはこんな性格だなとか、やっぱりみんな違うので、そういうところを見てもらえたら、うちで引き取ったカラスちゃんにはこういうお世話がいいのかなとか、そういうふうに自分のお世話の仕方に取り入れていけるものがそこで見つかったりもするかと思うので、参考にできる部分があるかと思います。というわけで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。